はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ11時半ですね。9月は12日の火曜日でございまして、もうすぐ前場が終わります。プラス158ですね、今日経平均は。ドル円変わらず、今日の10年もの利回り、私が見ているこのところでは 0.703 ときましたね。 0.7 に乗せてます。ドル音変わりませんね。さて行きましょう。その金利の話でございまして、日本経済新聞これは昨日のお昼11時52分の記事ですね。長期金利 0.705、 今703でしたか。703ですね。はい、この記事の時点では 0.705、 円一時145円に、円安牽制強化の見方というタイトルでございました。例のごとく6行しか読めません。正確には5行とちょっとですけど長期金利の先高感が強まっている。指標となる新発10年もの国債の利回りが11日、2014年1月以来の水準となる 0.705% をつけた。日銀の植田和男総裁がマイナス金利政策解除の可能性に言及したためだ。円安への牽制を強めたとの見方もある。植田氏は9日付の読売新聞のインタビューで、 2% の物価目標の達成が可能と判断すればマイナス金利を解除する選択肢もあるとの考えを明らかにした。長期金利についても基本的にトゥン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 となってます。そのね、読売新聞のインタビュー私ちらっと読んだような気がしますけど、そんな大したこと言ってないんですけどね。非常に慎重な言い回しですね。でしかもそれをですね、来週会合あるんですけど、その来週の会合でいきなりですね、政策金利を上げるみたいなことはほぼありえないと思う。よっぽどのサプライズ狙いでもない限りありえないし、今別にサプライズ狙いする必要がないですからね、現況のこう市場環境を見ていると。なんで、まあせいぜい今年いっぱいを、今年の終わり頃か来年あたりに上げるんちゃうかというですね、観測ですね。ただまあマーケットは先読みをしますんでね。で長期金利はそれに合わせて上がってると。短期金利を上げれば基本的に長期金利上がるんですね。そういうマーケットの仕組みでして、そこをですね、なんて言いますかね、日本銀行は YCC という政策を取ることによって長期金利もですね、日銀のコントロール下に置こうというふうにしてるわけですね。普通政策金利というのは短期金利でございます。それは今マイナス 0.1 かなになってまして、まあマイナスになってるところは少ないんですけども、一応今マイナス表、表向きはマイナスとなってます。で短期金利というものはですね、あれに連動します。住宅ローンの変動金利に連動しますんで、仮に短期金利を上げるとなるとですね、今 0.4 ぐらいで借りられているのがですね、まあですね 0.25 政策金利を上げれば 0.3 ぐらいは上がりますから 0.7 ぐらいになるということになりますね。ちょっとしたショックでしょうね、マンションマーケットには。まあそうなるかどうかは分かりませんし、上田さんの物言いを聞いていますと、いかにも上げたくはないという感じはしますね、でその 2% の物価目標とかまだふざけたことを言ってるんですけど、実質も我々、3% ぐらいの物価高は感じてるわけですね。もっと感じてるかな。でそれはですね、日銀の言い方だとですね、なんていうかコストプッシュであって、円安の影響であってですね、その実質的にこの経済がですね、活発化して物価が上がってるわけではないという、そういう理屈なわけですね。ふざけんなって話ですよ。どんな理由にせよね、インフレになってることは確かなんですよ。でインフレになって、個人所得が上がっていないのも確かなんですよ。
つまり僕らの生活が苦しくなっているということは確実なんですね。はよ上げろと、ほんまに。ほんまに。あの、物価が、物価ちゃうわ、あの、金利が上がるとですね、インフレが抑制されるという効果があるとされています、経済学的にはね。脳もそれはほんまみたいな気はしますね。で、ただし金利を上げるとね、景気は悪くなるというのも経済学のセオリーなんです。ところがね、最近ね、そのセオリーね、その通りいかへんやんというのがあるわけですよ。例えばアメリカはですね、おおよそですね、1年半かけて金利を 5% 上げたんですよ。ほんでまたこの前上げてましたから、今 5.5 ぐらいなんですね。まあ幅はあるんですけど、まあ単純に言えば1年半で 5.5 上げたわけです。なのにアメリカの景気は後退していないんですね。むしろまあちょっといいかなぐらいなんですよ。なんで5.5 もね、 あれほど短期間に 5.5 も上げた例って過去にほとんどないんちゃうかと僕は思います。少なくとも私が生きてる間ではなかったと思うんです。なのにアメリカの景気は割合いいんですよ。だからリセッションは起こらずにソフトランディングするんちゃうかと言われてるんですよ。全然経済学の理屈ちゃうやん、ほんまに。なんと言いましょうかね、それセオリーに反してるわけです。ほんでね、日銀がなんでね、この異次元金融緩和というのをですね、黒田のおっさんが始めたんですけど、それをですね、10年以上も続けたとか、実はその前から金融緩和してるんですよ、割合ね。白川さんの時から、ケチな金融緩和していたんですけど、それをドカンとやったのが黒田さんで、ほんでなんでそれを続けているかというと、景気が悪いからという、それが根本的理由なんですよ。今の日本ね、景気そんな悪くないんですよ。ほぼ完全雇用ですし、人手不足ですし、で、ただ、需要が生まれていないわけですよ。当たり前ですけど、だって個人所得が増えないわけですから、需要が生まれるわけないやんと。で、人口が減ってるわけでしょ。それはね、要は、需要っていうのは、みんなが物を買っていないということですね。消費は全然伸びていないですね。まあ、むしろ 0.5 マイナスかな。0.6 に下方修正になりますね、この前。4、5、6月です。で、景気が悪いからといって、金利をですね、ゼロにしてるわけですけども、景気悪いっちゃ悪いんですけど、とことん悪いかと、そんなこともないわけですね。とことん悪いのはどういう状態かというと、失業率が 5% ぐらいという時なんですよ、日本の場合はね。全然 OK やん、今 2.6 とか 2.7 ですよ。ほぼ完全雇用なんですよ、ほんまに。だから金利を上げた方がむしろですね、経済にとっては刺激になると僕は思いますけどね。だからこれまでのね、その金利の理屈ってね、この今回のこのアメリカを見ててね、通じるのちゃうかなという気がします。で、5% も上げたのに、アメリカで確かにね、金利上げてね、アメリカの住宅ローンって今 7% 台なんですよ。 7% 台なんで、その住宅売れてませんよ。で、商業不動産がですね、空き家というか、空いてるフロアだらけでですね、床が余ってるんでですね、じわっと下がり始めてるっていう感じなんですね。でも、ドドーンと下がってるわけではない。なぜか景気は悪くないからなんです。住宅はね、多分ね、このまま、アメリカの金利が 5.5% とかで続けばね、これからね、下がり始めると思います。アメリカの住宅価格は。まあそうならざるを得ないでしょうね。今だからフリーズ状態ですね、アメリカの住宅に関して。もうフリーズが1年ぐらい続いてますよ。まあだから日本もね、金利をね上げるとね、ピシャッと縛ると思うし、かえってね、あれ個人消費伸びるんちゃうかなと思うんですよ。だって金融資産がね2000兆あるんですよ。2000兆円のね 1% ってね20兆円なんですよ。仮に金利が 1% になって、その20兆円の金利収入が出てきた場合ですね、それがですね、その半分ぐらいは絶対消費に回るんですよ。10兆円ぐらい。ものすごい景気対策ですよ、これ。はっきり言うて。かえってだから景気刺激するんちゃうかなという気がしますね。やってみないとわかりませんし、経済学の理屈には合ってないですけど、そもそも経済学の理屈、なんていうか全然役に立ってへんや、僕ら。ほんまに。
ノーベル賞の経済学者が何人もおんのよね、アメリカにはね。アメリカの景気はあったり笑ったりしてるでしょ。あ、なんなんあれっていう感じですね。日本からは一人も出てませんけどね、ノーベル経済学賞は。まあ、それはいいとしまして、そういや、もうすぐノーベル賞の季節ですね。まあ、それはいいとしまして、とりあえずこのですね、日本経済新聞のアドレスを貼っておきます。確認されたい方は行ってみてください。長期金利 0.7 来てんでという話です。これ 1.0 まで行きますね。これちょっと時間をかけてね。はい、皆さんどうもありがとうございました。